はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、群馬県に来ておりまして、こちらバリケアさんという博多のね、豚骨系のラーメンを提供しているお店さんに来ております。このお店はですね、何店舗もこの群馬県内にありまして、いわゆるこの博多豚骨と言われるような美味しい豚骨ラーメンがいただけるんですけれども、本日はですね、このバリケアさんで提供している通常の並盛りメニューなんかをいろいろとね、食べていこうかなと思っております。でね、結構ね、ラーメン屋さんなんですけれども、珍しいところで言うと締めプリンっていうデザートがあったり、まあ、ラーメン以外にもですね、こうファミリーの方に向けたようなね、いろんなたくさんメニューがございますので、そういったものをね、皆さんに知っていただければと思います。で、もちろん一杯目は通常のね、豚骨ラーメンをいただいていこうと思いますので、早速ね、注文して美味しいラーメン食べていきましょう。ということで、本日いただきます一杯目のラーメンが到着しました。一杯目にいただきますのがこちらですね。まずはこれ通常のですね、特製バリキ麺という博多豚骨、いい色してますね。じゃあね、早速こちらの一杯いただきたいと思います。うまそう。あー、いいな、うま。やっぱりね、博多ラーメンといえばのこの豚骨感ですよ。豚骨の風味っていうのはしっかり強いんですけど、全然ね、いわゆるこの動物臭い感じっていうのはなくて、濃いんだけどすっきりしてるというか。あー、うま。ちょっと待って、ぐいぐい飲んじゃうなこれうめえ。やっぱこの豚骨ラーメンといえばね、この細麺ですから、これカメラ越しに伝わってますかね。うまそう。あ、うまっ。うん、またこのシャキシャキもやしがいるわ。久しぶりに僕自身もですね、この博多の豚骨ってのを食べましたけど、やっぱうまいね。結構こういう系っていわゆる白湯というか乳化したスープなのでね、重めに感じる方もいらっしゃるかと思うんですけど、このね、バリキアさんのスープはこってりはしてんだけど、スッと入っていくというか、一杯目まだ始まって間もないですけど、もう麺ほぼないですからねちょっとこの後もね、何杯も食べるんですけど、せっかくね、博多ラーメンですから、すいません、替え玉をお願いしてもいいですかすいません、この後もね、応援するんですけど、ちょっと我慢できないですうん、やばい、ごめんなさい。あのセットでね、ご飯も頼んだんですけど忘れてましたわ。今回ですね、ちょっとセットで注文させていただきました、肉玉ご飯ということで、ちょっとこれはお肉にがっつり卵を絡めていっちゃいますか。うわ、うまそう。あ、うまっ。あ、うわ、あ、もういただきます。じゃあちょっと定番の替え玉でございますね。うまそう。うん、うまっ。やっぱ替え玉ってうまいな。替え玉も替え玉でね、通常入ってるラーメンの麺とやっぱちょっと味が違うというか、スープに浸ってない純粋な小麦の味ってのがさ、こういう替え玉しか食えないからね。ということでですね、本日の1杯目、早々とごちそうさまでしたということで、この次はですね、いわゆるこのメニュー表であったりとか、一番この左上、推しのメニューなのかなと思われるですね、メニューを注文してありますので、めちゃくちゃ楽しみ。ということで、本日2杯目ですね、特製のバリコテ麺ということで、先ほどのバリキ麺と違って、これね、特製の油が入っております。黒いんだけど、マー油とはちょっと違うということで、早速ね、こちらもいただきます。
全体にね染み渡らせたいんだけど、ここがうまくて飲んじゃうわ。あ、めちゃくちゃうめ。マー油ってこのニンニクを焦がした油になるので、この香ばしさとかがっつり感を増すんですけれども、それよりもねこの油の方が甘みが強いというか、ベースのねメニューの方にもマー油の豚骨あるんですけど、うまいなこれ。いや、ベースのスープはね多分同じだと思うんですけど、このね油が入るだけで全然違いますね。やっぱ博多のね豚骨といえば明太子ご飯ということで、こちらのお供にねいただきます。ちょっとこっちだとこの辛味噌が入ってまして、これをね一回溶いちゃいますか。絶対うまいでしょこの豚骨と油の甘みにちょっとした辛味。あ、うま。これ飲んだ後にこのラーメンめっちゃ食いてえわ。うまいな。このチャーシューすごいな。結構ね博多ラーメン系のチャーシューってペラペラなの多いと思うんですけど、結構肉厚ですよ。うまいな。ということですね、ただいま2杯目完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで、もうねすでに3杯目は注文してあるんですが、3杯目は味噌ラーメンということで、豚骨ラーメン屋さんなんですけれども、ちょっと通常の味噌であったりとか醤油ラーメンなんかも人気みたいなんでね、次はそちら食べていきましょう。あ、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。いただきます。ということでですね、本日3杯目でございます。続いては味噌ラーメンということで、コーン乗ってても油が見える味噌、絶対うまいと思いますんで、もちろんねセットで白のライス注文してあります。早速できたていただきます。スープいっちゃいましょうこれ。あうまいなこれ。あちょっと邪道かもしれないんですけど、いいですか1個。こうっすよ。またこっち麺ちょっと違いますね。中太の縮れ麺か。うまそう。求めてるやつだこれ。みんなが知ってるね、あの卵麺っぽいプリプリっとした食感と太麺のコシっていうのかな、これは米だ。やっぱりこう、うちもですね、娘ができてから妻とね、よくラーメン屋さん行ってたんですけれども、やっぱりファミリーになるとね、こう自分たちの好きなラーメン屋さんってなかなか行きにくくなるんですよね、子供が食えなかったりするから。でもこういった味噌とか醤油があればさ、ファミリーにとってはめちゃくちゃありがたいよね。
ほっこい。いやー、そしたらですね、本日の3杯目もう終わってしまいました。予定としては次の1杯で本日ラストなんですけど、最後までねしっかりと楽しみたいということで、ひとまず3杯目ごちそうさまでした。それではですね、本日最後の1杯が到着しております。こちらのですね、バリキアさんは年にね約4種類ほど限定メニューを販売しているみたいでして、ただいま撮影の時期はブシトンというメニューになっております。もう来た瞬間から牛のいい香りしております。で、それにね合わせるのがこちら、馬力飯ということで、甘じょっぱい系の丼ということなんで、この2杯ですね合わせていただきたいと思います。で、最後はねしれっとノンアルも注文してあります。正直ですね、今までのメニュー全てめちゃくちゃビール飲みたくなるメニューだったんで、ちょっと我慢したんだけど、もう我慢できないということでね、最後はいっちゃいましょう。あと豚骨今日食べてたから、この魚介系は今日初か。うまいわ。うわ、甘み増してめちゃくちゃうまいな。先ほどね太麺に行きましたけど、またこの細麺に節がね入ってますんで、この細麺によう乗りますわ。でしょ、で武士系でしょ、でビールでしょ、合わないわけがないですね。いやー、これはさすがにちょっと我慢できなかったわ。頼んどいてよかった。うん、うまっ。この限定なんですけど、以前なんかはトマト系のものがやったりとか、この洋食和食問わずね、いろんな限定販売してるみたいでして、全店ってわけではないんですけれども、一部店舗限定ということで、まあ、そちらのね情報に関しましてはインスタグラムの方で常にね発信しているってことなので、気になる方はですね、その限定情報インスタグラムの方からチェックしてみてください。こっちの丼もうまそうだな。これ贅沢に肉、海苔、ネギ全部合わせちゃおうかな。どうですかこれ、いいですよね。うまいな。角煮っぽい甘だれが絡んだチャーシューで、海苔、ネギ、ご飯、間違いないですよね。子供絶対好きだなこれ。ちょっとですね、まだ物足りなかったので、ここで混ぜ玉という商品注文させていただきました。こちらの混ぜ玉ですね、いわゆる他のラーメン屋さんでいうところの和え玉でございます。ちょっとしっかりこれ一回ね具材全部混ぜ合わせまして、これで飲めるもんな。でももちろんですね、この混ぜ玉そのまま混ぜて食べても美味しいんですけれども、せっかくであればということでね、スープにもつけ麺風につけまして、
そしたらただいま一気に場面変わりまして、追加でねスイーツ頼んじゃいました。ちょっとアイスからいっちゃおうかな。うん、うまっ。うんふん。これ今のねバナナアイスなんですけど、めっちゃバナナだわ。めっちゃバナナっていうかもうジェラートぐらい濃いわ。うまっ。あんだけラーメン食べた後だともうペロリというか、もうめっちゃご褒美ですね。うん、これがもう本日ね正真正銘のラストの商品ですね。今日この撮影している高崎店限定で販売しているメニューらしいんですけど、とろけるきなこプリンということで、うわあー最高。うまっ。とろけるプリンなんでね、あの一瞬でなくなっちゃいました。いろいろと話す前にちょっといっちゃいますね。はい、うまかった。ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですねこちらバリキアさんで美味しいラーメンですね4杯食べた後にデザートもしっかりと堪能してしまいました。結構ですね僕もお酒大好きなので酔っ払って博多ラーメン系のねお店に行って締めやっちゃったなみたいな日ちょこちょことあるんですけれども、やっぱりねそういったお店って結構ちょっと薄いなーって感じることが多々あったんですけど、このねバリキアさんはすっすごい濃いです。すっごい濃いんだけど、でもねどこかあっさりしてるというか、美味しいところをグッと抽出した濃いね豚骨ラーメンですので、気になる方はぜひこのね豚骨ラーメン食べてみてください。もちろんそれ以外にもですね味噌や醤油があったりとか、最後ね食べたデザートがあったりとか、店内なんかも今日ね来てるこの高崎店さんに関してはテーブル席だったりとか座敷とかもあったりしてね、ファミリーの方もすごく来やすいお店ですので、家族でですねいっぱいこの美味しいラーメンであったりとか料理楽しんでみてください。で本日ですね最後にいただいたこの武士豚なんですけども、こちらは期間限定メニューとなりますが、合わせて販売している混ぜ玉ですね、これに関しましては今後レギュラーメニューになるそうでして、それ以外にもですね随時限定メニューの情報に関しましては、インスタグラムを中心にですね情報発信しておりますので、合わせてそちらも登録していただければと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。